こんにちは、ちゃんかです。先日ですね、知り合いのお子さんがラシコンを始めるということで買いに行くのにお供しまして、無事購入して嬉しそうにラシコン持って帰ったんですけど、翌日に連絡がありまして、これボディどうしたらいいのってお話だったんですよね。で、そのどうしたらいいのっていうのが、何で切ったり穴開けしたらいいのって感じだったんですけど、確かに、はい、ドーン、ここ開けてこんなの入ってて、説明書を見るとですね、ハサミやカッターナイフで切り取りますって書いてあるので、文房具のハサミとかカッターとか想像すると、そんなものでこんなプラスチックみたいなの切れるのってなりますよね。確かに確かに。ということで、今回はですね、ラシコンを購入してこれから初めてボディを作ってみようって方向けにですね、私がいつもやってるボディカットの手順と使ってる道具のご紹介をしていこうと思います。メイク、では早速始めていきます。まずはですね、このボディを切っていくんですけど、カットするラインを間違えたら大惨事ですよね。余らせて切る分にはいいんですけど、万が一切りすぎてしまったら取り返しがつかなくなっちゃうので、カットするラインを間違えないように説明書でしっかり確認しながら、カットするラインをボディの表側に直接書き込んでいきます。ここでですね、え、直接書いちゃっても大丈夫なのって思うかもしれませんが、ボディの表側は透明な保護フィルムで覆ってある状態なので、直接書き込んでも大丈夫です。ということで、まずはガイドラインを書いていきます。はい、こんな感じでガイドライン書けましたね。で、ここからですね、今書いたラインに合わせてボディをカットしていきます。中には先に塗装してからボディカットをする方もいらっしゃるんですけど、不意に塗装面に刃が当たってしまって塗装が剥げてしまったりっていうこともあるので、私はいつも塗装する前にカットしてます。で、ボディカットの達人は定規とこういうちょっと変わった形のカッターですね、アクリル板とかプラ板を切るカッターで、切るというよりもちょっと引っかいて削っていくようなカッターなんですけど、これを上手に使ってわずか数分でボディカットを終わらせる達人もいらっしゃいます。ですが、私はまだその領域まで達してないので、基本的にはハサミで切っていきます。で、愛用してるハサミはこちらのタミヤクラフトツールシリーズナンバー124クラフトバサミ、プラスチック&ソフトメタル用ですね。このハサミでまずはヘリの部分を落とす感じで一周切っていきます。こんな感じでヘリの部分をざっくり切ったら、まっすぐな部分を同じこのハサミで攻めすぎない程度に切っていきます。こんな感じでですね、少しずつ少しずつ切りながら際まで攻めていくんですけど、ここはですね、おのおの技術的に攻めれる限界値が違うと思うので、無理にはいかずに不安のないところまでにしておきましょう。で、こういった段差があるところって結構切りにくいんですよね。ガイドライン通りに一気に切ろうと思うと、ハサミがなかなかうまく入ってくれないと思うので、こういう時はですね、ここを四角だとして、対角の方に向かって斜めに切っていきます。で、ここをまっすぐ切り落とすと。この時点でいけそうだったらまっすぐ切っちゃえばいいと思うんですけど、まだ刃が入れにくいっていう感じだったら、さっきと同じように斜めに切っていくと切りやすいと思います。こんな感じで残ってる部分は少しずつハサミを入れて、無理しないように少しずつまっすぐになるように切っていきます。こんな
な感じでまっすぐな部分は結構攻めたので、次はフェンダーの部分を切っていこうと思うんですが、フェンダーアーチって結構曲線になってるので、今使ったハサミだとかなり切りにくいんですよね。そこで登場するのがこういった刃先が曲がった曲線ハサミというハサミですね。こっちがタミヤクラフトツールナンバー5曲線ハサミプラスチック用で、こっちはメーカーちょっとよくわからないんですけど、曲線の付き方が違うので、この2本を状況に応じて使い分けてます。でこれを使ってフェンダーアーチも少しずつですね、円を描くように攻めていきます。ではこんな感じでですね、フェンダーアーチも切り終えました。このタミヤの曲線ハサミなんですけど、刃先が太いのがちょっと気になるかなという感じはあるものの、あると便利なおすすめの一品ですね。これを買うまでは普通のハサミでいけるところまでじわじわいって、そこからこういったデザインナイフとかでそーっと形を整えたりしたんですけど、刃先が滑ってボディが傷ついてしまったり、指をやってしまったりっていうこともしばしばあって苦労してたんですが、曲線ハサミを使い始めてだいぶ楽に安全に切れるようになったので、もっと早く買っておけばよかったなって思いましたね。で、ここからはどうしてもハサミの切り口ってちょっと鋭利になってたりとか、若干攻め切れてない部分もあるので、断面をヤスリで整えていきます。ここで登場するのがこういった板状のヤスリと紙ヤスですね。これはネイル用のヤスリなんですけど、模型用でも同じようなものが売ってて、ちょっと柔らかめな板にヤスリが貼ってあるような感じのものです。このヤスリだとこんな感じでまっすぐなラインを整えやすいので愛用してます。紙ヤスの方はスポンジにヤスリが貼ってある感じになってて、いろんな厚みがあるんですが、フェンダーアーチとか曲線を整えるのにちょうどいい感じなんですよね。ということでですね、ハサミで攻めきれなかった部分を整えていきます。はい、ということでヤスリがけも完了して、ボディカットの工程はこれで OK ですね。ある程度形状が整っていれば、塗装した後でも多少整えることはできるので、慣れてないうちはしっかり時間をかけてちょっとずつ切って削って整えていくと綺麗に仕上がると思います。で、ここからはボディマウントを通すための穴を開けていくんですけど、これも塗装前にやってしまいましょう。塗装する前の方がボディマウントの位置や若干の左右差だったり、シャーシとボディの平行もしっかり確認できるので、私はこの手順でやってます。ではまずはシャーシにボディを乗せます。で、シャーシを組むとリアのボディマウントの方が高いことが多いと思うので、まずはリアの位置合わせをしてボディポストの中心にマーキングしていきます。で、マーキングするときですね、ボディを地面と平行にしてボディポストの真上から見た位置にマーキングを打っていきます。はい、ではマーキングが終わったんですけど、タミヤ社の場合はよっぽどこの元々あるマーキングの位置で大丈夫ですね。で、ピンバイスを使ってしっかりマーキングの中心をよく狙って下穴を開けていきます。で、この時ですね、穴を開ける面に対して垂直に穴を開けてしまうとボディマウントが引っかかってしまうので、地面に対して垂直になるように穴を開けていきます。ただいきなり面に対して斜めにドリルを入れてしまうと滑って中心がずれてしまうので、最初は面に対して垂直に開き始めて、刃が安定したらそこから地面に対して垂直に向けるといいと思います。で、下穴が開いたら次にこのリーマーを使って穴を拡張していきます。これはタミヤのリーマーなんですが、こんな感じで刃にメモリが書いてあるものの方がちょうどいいサイズの穴を狙えるのでおすすめですね。
で、このリーマンについても少し注意点があって、こんな感じで円錐形状なので、表から穴を拡張していって、表から見るとちょうどいいサイズの穴でも、裏から見るとまだ少し穴が小さい状態なんですね。なのでちょうどいいところまで穴を拡張したら、一旦裏からもリーマンを通して、これも少しずつ具合を見ながら調整していきましょう。リアのボディポストが通ったら、さっきと同じように前後の高さを水平にしてフロントにもマーキングしていくんですけど、この時に前後左右のズレとかホイールベースの感覚もしっかり確認しましょう。で、フロントの穴開けの指示位置とポストがズレてると、ちょっとホイールベースがズレやすいので、ズレてたらリアをちょっと長穴にしてフロントをきっちり合わせた方が綺麗になるかなと思います。で、 OK だったらさっきと同じようにマーキングして穴を開けていきます。はい、ということでフロントの穴開けも完了しました。で、リーマーで拡張するとどうしてもこういったバリが残ったり保護フィルムがガサガサするので、これをですね、デザインナイフとかでさらっと優しくなぞって綺麗にしてあげます。で、ついでなのでミラーとウィングの穴開けもしちゃおうと思います。はい、ということでこんな感じでですね、ボディカット&穴開け完了です。これであとは中性洗剤と水でしっかり洗って、油分と削って出た粉を落としてマスキングに入るという感じですね。マスキングについてはこちらとかこちらの動画でお話ししてますので、よろしければご覧ください。基本的にはですね、一気に切ったり一気に穴を開けようとせずに、シャーシ作りや塗装と同じでゆっくり少しずつ調整しながら作業すると綺麗に仕上がるかなと思います。そこにできれば便利な道具も揃えていただくと、作業がしやすくなってボディ作りが楽になると思いますので、ぜひですね、ご予算に都合がつく方は使ってみてください。最後にですね、ちょっと余談なんですけど、このボディポストの穴の大きさなんですが、私はちょっと大きめに開けてボディが遊ぶようにしてます。こうしておくとですね、縁石に乗り上げた時にボディにつられてシャーシが浮いてしまうことがないので、こんな感じでちょっとだけ余裕を持たせてますね。ラシコンってボディが変わるだけで走りも変わってすごい面白いので、ぜひですね、いろんなボディ試していただいて、いろんな味わい方でラシコン楽しんでいただければなと思います。終わりー。ということで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さやかでした。